か。その骨何人だと思います？5000年前でしょ。もしその骨が本当に5000年前の人骨だったら和人ですよ。そうです。じゃあその骨のかけら出してこいって言うんだよ。 AMS 炭素鑑定から全部かけてやるから、どう見たって縄文人と一致するはずですよ、 DNA は。だって7000年前に縄文人しか住んでなかったんだから、朝鮮半島は。5000年前の朝鮮半島に住んでた人、縄文人ですわ。ダン君の骨実は和人の骨だったって超ウケるんですけど、絶対そうだよ。 DNA かけたら絶対出てきますよ。それ以外ないもん。これ日本人ですわ。それ言っときますけど、ダン君日本人ですから。衝撃的事実が分かりました。ダン君は日本人です。やばくないですかこれ。もうこれ教えられないわ。もう朝鮮では絶対これ、お外で言わないでください。朝鮮で言わないでください。これ言えませんよ。これもうこのことを朝鮮の人知ったらマジで倒れますよ。もうダン君だけが朝鮮の誇りなんだから。まさかそれが日本人でしたなんて言ったら、もう絶対もうひっくり返りますよ。泡吹きますよ。ちょっと先月もやばかったけど、今月の結論はここです。ダン君って実はすいません日本人です。いや唯一の誇りだからね。だってここを見たら縄文人じゃん。ここ中国人、中国人、中国人だからね。もう唯一の誇りがダン君の朝鮮なんだから。いやまさかこれが日本人だったって分かったらやばいよ。私こんなこと韓国で言ったら速攻殺されるかもしれませんよ。